見ない面だな。遠くから来たならうちで休んでいかないかい。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。ゲンティアナか。本当だ、ゲンティアナだな。いたか、ゲンティアナさん。いたっけ。映っているのならいたということじゃないのか。そっか、全然いた記憶ないんだけどな。何してんの。なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。はあ、今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、はっはっはっは。あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺ごめん、やっぱ何でもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。相変わらずいろいろ気にすんのな。今も気にしてんだろ。どうせ自分だけ一般人で弱いから、せめてみんなの雰囲気がいつも良くなるようにとかやってんだろ。な、気使えるって普通にすごいと思うけどな。簡単にできることじゃねえし、そういうとこお前らしくて俺はいいと思う。え、今のままでいいってこと。そうですが何か。あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの。ありがとう。はあ、なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。おい、出来上がったぞ、早く来い。
着いたぞ。着いた。遅いわ、早く持ってけ。暇してんのか。うん、注文通りに仕上がったよ。男の子もさ、おじいちゃんってかわいそう。出てきた帝国人がまたいやらしそうな男でさ。兄さん。どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。それでジャレット助かんなかったの。ごめんな、助けてやれなくて。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから、約束する。俺も王子を支援します。私タルコットと一緒に皆無に行くよ。だって何かしてないと。わかった。時間かかっちまったな。